津市内にある立派な邸宅。門も自動で開きます。お屋敷だ。こちらの建物、三重県の一日寺が住まいとする校舎なんです。校舎とは国や地方自治体が建てた公務員のための宿舎。去年就任した一見勝之知事が住んでいます。なかなか見ることができない知事公舎の内部が昨日報道陣に公開されました。そのわけはムカデが出まして。え、ムカデ、まあ、ほぼほぼ復活したいなっていう方向に傾いているということですかね。かねてから引っ越そうかなとは思っていたけれども、ムカデが決め手になってます。そう、まあ、そうですね、ムカデが決めて。知事会見でムカデが議題に上り、県の職員もムカデ余計の散布とかを検討してですね、知事公舎の方確認に来たところですね、もうすでに一見知事の方が、もう散布をしておられたものですから。知事公舎の物置のような場所には殺虫剤がなんと7本も。一見知事は日々ムカデと戦っているのでしょうか。希望通り引っ越しを認め、校舎を廃止するか、それとも存続か。来月から有識者会議を設けることになったのです。知事の引っ越し問題、地元の人はムカデだけで、ムカデ引っ越しまでしなくていいんじゃないかと思うけどね。駆除すればそんなに住んでいて被害を被るってことはあまりないと思うので、それだけで引っ越すっていうのはましてや知事さんでありえないと思います。否定的な意見が多いよ。そこで校舎の現状を知ってもらうため、昨日内部が公開されました。すると応接室の絨毯の上にはムカデだけではなく、いろんな虫の死骸が。多くの方々に心から御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。三重県知事に初当選したのが去年9月。校舎に住み始めて9日後の会見ですでに不満をあらわにしていました。カビがすごい。排水の作り方があまり良くなくて、かなりその逆流してくるという、結構ヘドロ臭がする部分もあったりしまして、改善せなあかんですねっていうことは申し上げて。知事公舎が建てられたのは1978年、築44年です。校庭の入り口には雨漏りしたと見られる跡があります。応接室のエアコンは44年前の建築当初から使っている年代物。ナショナルのこの文字、今ではほとんど見かけなくなりました。ソファーも傷だらけで、お世辞にもお客さんを呼びたいとは思えない代物。これまで3回大規模修繕をしましたが、一見知事は住むのが耐えられないというのです。老朽化した建物や虫、三重県の人に現状を正しく伝え、もう一度知事の引っ越しについて聞いてみると、私は別に構わないと思うんですよ。いいと思います。頑張ってお仕事してもらってるんだから、気持ちのいい方がいいと思います。今の校舎にお住まいになるんだったら、もっときれいに改築改装して差し上げればいいんじゃないかとか思ってますよ。来月設置される有識者会議のメンバーは防災に詳しい大学教授ら6人。結論が出る時期は未定です。私はどっちかというと、まな板の上の子でも言われたところに住むということであります。